様でした。周遊パス6日間の旅、これにて終了です。皆様お疲れ様でした。お疲れ様。今日はですね、札幌で祝杯をあげたいと思います。お疲れ様です。カコテツです。周遊パス6日間の旅を終えて札幌駅に帰ってきましたが、このままね、なんか愛知の方に帰るのももったいないので、せわしなくね6日間動き回ってたから、今日は今日明日ですかね、札幌駅でゆっくりしたいと思います。今日宿泊するのはなんだっけな、西鉄ソラリアホテル札幌さんなんですけれども、早速チェックインしたいと思います。駅前の午後めっちゃ滑りそうだけど、あの砂利が巻かれてるな。こういうところで使うために椅子が置いてあるんだな。なるほど。来ました、ソラリアホテル。お腹すいた、今日の夕飯何食べよう。とりあえずチェックイン。ソラリアホテル、めちゃくちゃマンションみたいな見た目のホテルだな。近代型って感じ。寒っ。本日は9階のお部屋です。めちゃめちゃ綺麗だな。邪魔します。よいしょ。ほい。うわ、超綺麗。うわ、いいんですか。めちゃめちゃ綺麗なんですけど。嘘。うわ、最終日最高やん。めっちゃ綺麗なんですけど。ちなみに資源割を使って2泊で朝食付きで2万2000円でしたね。うわ、めちゃめちゃ綺麗じゃん。すごっ。何これ、めっちゃ綺麗じゃん。うわ、外は、あ、外はまあビル、まあいい、全然いい。もう、これは何、ダブルじゃないよね、キングサイズ。すごいんですけど、もう語彙力が。ちゃんとしたしっかりしたソファーに、なんか絵画っぽいやつもあります。ちなみに大浴場はついているので、お部屋はシャワーだけど、まあ、全然申し分ないですね。いや、こんな鏡も丸くてね、普通四角じゃないですか。四角にすればいいのに丸っていうのはおしゃれですよ。こちらがおトイレ。お邪魔しマンボウ。トイレもね、清潔感たっぷりで綺麗な四角いおトイレです。まあ、四角か、だいたい部屋は。はい、形のホテルでございます。今日から2連泊お世話になりたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとね、お腹が空いたので外にご飯食べに行きたいんですけど、どこにしようかしら。なんとホテル出て窓なりに串通りがあるやないか。あの、北海道の鳥貴族と言っても過言ではない、こう地域に根付いた焼き鳥屋さんですね。やっぱ鳥貴行こうかな。なんか何日か前に札幌を旅立った時は道路に雪めっちゃあったんだけど、完全に溶けきってるな。ここ数日間が相当あったかかったということを物語っている。ということで到着しました、串鳥。開いてればいいな。失礼いたします。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。スープですね。
ちらがトレの期間限定のメニューとなっておりますので、ぜひお食べください。はい、それの単品と飲み放題ご案内できますが、単品で。単品で、わかりました。80までですね、ハイボール、角締めビーム全種類と、こちらのサワー2つ、成人ソーダも安くなっておりますので、じゃあ、各ハイで。ハイボールで、終わりました。ただいまお待ちいたします。はい、中川さん。ワイングラス1個お願いします。はい、豚頭と少々お願いします。はい、申し訳ございません。あ、終わっちゃいました。豚頭と豚ガツ、豚ガツ以上で、以上で、はい、豚ガツ塩豚でございます。塩で、塩で、かしこまりました。豚頭と豚ガツで、間違いない。はい、大丈夫です。皆さんこんばんは、加工鉄です。本日はですね、いつもとテイストを変えてささやきボイスで私が飲んでいる姿を実況中継するという、そんな形にしたいと思います。ちなみに今アフレコをしている現在、私も飲んでいます。飲んでいる私の映像を見つつ飲んでいる加工鉄がアフレコ、アテレコをするという、なんだかカオスな状況になっておるんですが、そんなのもたまにはいいのかなと思いまして、はい、まず、豚の頭と、なんだろうこれ、何を頼んだかすらもあんまりよく覚えていませんが、何かを頼みました。あのね、何を頼んだところで、串取りさんは全て美味しいんですね。こちらは何かに巻かれた何かの上に、鰹節が乗っています。はい、そんな何かです。ひどい当てるここひどすぎるんですけど、ハイボールを飲み干しました。ちなみに今私も自分で作ったハイボールを飲んでおります。続いて注文いたしましたのはいぶりがっこチーズですね。このいぶりがっこにチーズを合わせるって天才的な発明した人、本当に名乗り出てください。過去鉄が過去鉄ノーベル平和居酒屋一人飲み泥酔女大賞をあげたいと思います。はい、でこの時点でもうほぼほぼ、記憶がありません。まあ、昨日も結構飲みましたし、今日もすきっ腹に、しかもちょっと仮眠とって寝起きで、朝から全くメイクをしていない、こんな無防備な状態で寝起きドスッピンで飲みに来ているので、もうお酒回ってるんですね。この出汁とこのハイボール交互で液体をつまみに液体を飲むという難易度高めなことをしているんですけれども、はい、非常に美味しくお酒をいただいております。もう全く記憶ありませんね。この時点で何杯飲んだかも覚えてません。自分でもハイボールの数数えられないので、ぜひ私が何杯飲んでいるのかコメント欄で教えていただければ幸いです。すいません。はい、どうぞ。ハイボール一つと、はい、あと炙りカチョカバロ、カチョカバロ、はい、あとは豚レバー、そう、豚レバー、はい、以上で、はい、豚レバー、塩タレどうですか。塩でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、カチョカバロ入ります。もうご機嫌ですね。ルンルンです。ルンルンで、焼き鳥様たちの到着を待っているときに、ふっと冷静になって店内を見渡して、周りを眺めつつバレないように変顔をしていく。バレないように、バレるかどうかの瀬戸際のスリルというのはね、やっぱりたまりませんから、人生に
スリルを、はい、失礼しましたということで、取り出しをついでまたいただいていきたいと思います。こちら串通りに行くとスープっていうこのポットのジャーみたいのをいただけるんですけど、この中になんか鶏ガラだしみたいなのが入ってるので、めちゃめちゃ美味しいんですよ。ここの串取り番外地さんはこの一人一個でっかいポットのままくれたのがね、ありがたいなと思います。手持ち無沙汰の間にいぶりがっこ、そしてだしを飲めないんですね。結構酔っ払っててしんどいから飲めない、ね、ちょっと呼吸を置いて一口飲むというスタイルですね。すいません。届きました。カチョカバロです。そして豚レバーだったと思います。それにまたまた新品の角ハイボール、まあ、飲み物新品という言い方はしませんけど、グビグビ飲んでいきます。うまいですね。そしてこちら、チーズがね伸びるんですね。あの一時期チーズハットクって流行りましたよね。あの韓国のお菓子というかホットスナック、あの流行ってた時期にね、私はチーズハットク食べられなかったんで、あ、これをチーズハットクだと思って飲み干しました。角ハイももうどこにいたって同じです。鶏ニンニクと梅水晶、はい、はい、あとハイボール、角ハイボール、はい、ありがとうございます。はい、すいません。水晶にはね思い出があるんですよ。皆様も思い出のあるあの居酒屋メニューってありますか？私仕事会社員の頃に本当に忙しい時期があって、朝5時6時台に家を出て家に帰ってくるのが12時ぐらいっていう、本当にマジ社畜の時があったんですけど、その時に近所の空いている居酒屋さんに寄って毎晩ご飯を食べていたんですよ。自分で作る時間がないから。でもあんまり夜遅くになっちゃうと太っちゃうでしょ、いろいろ食べちゃうと。だからこのそこの居酒屋のメニューに梅水晶があって、梅水晶を食べて空腹をしのぐっていうね、このちょっぴり苦い思い出、辛い思い出っていうのがあって、どうしてもなんかね美味しい、純粋に美味しいと思って食べられはしないんだけれども、あのいろんな思い出が詰まった味なんですよね、梅水晶って。なかなかどこにでも置いている居酒屋メニューではないので、ここ札幌に来て当時のね思い出をこう思い出すと、なんかいろいろ考えちゃいますね。すいません、ハイボールおかわり。豪快に串を引き抜いた後でね、また再びまだ食うんかいって感じなんですけどね、まだ食わせてください。満腹中枢がねもう飲みすぎてバグってるんでしょうね。本当にここら辺の記憶はありません。で、今私アフレコしてるのが今日3月21日でWBC の準決勝だったんですよ。見ましたか皆さん、この時の記憶本当に忘れないで。準決勝サヨナラ勝ち、オタニ選手、そして吉田選手、そしてホームラン最後に打った村上選手、やりました。
この感動がすごすぎてアフレコしているナウ、この動画の中と同じように私浴びるほど角杯飲んでます。あの素晴らしい余韻の中でもういくらでも飲める。なので完全に酔っ払ってアフレコしていて、この季節と全く関係ないことを伝えているんですが、やっぱりね、そこを外してアフレコできなかったですね。この感動を画面の前のあなたと共有したかった。何ヶ月何年か後に見返してこの動画、あ、そんなこともあったなって思い出してください。そして最後ですね、締めの焼き鳥さんたちになるんですが、銀なんですね。あとこれなんだかったかな、初、これなんだったっけ。もう本当は美味しかったっていう記憶はあるんですけど、なんだったかは本当にごめんなさい、もう思い出せません。だけど私のこの眉間にがっつりシワの寄った表情を見ていただければ分かる通り、本当にうまいんですね。困るほどうまい、もう悩まC ぐらいなうまさなんですけれども、なんだかわからなかったという、もう大変申し訳ないです。実際に行ってちょっと頼んで出てきて、あ、これかっていうのをかん、分かってくれればいいかなと思います、皆さんには。で、刺激が必要なんで、やっぱ人生に、刺激をということで、七味唐辛子を大量にかけるんですけれども、本当に美味しくいただきました。そして銀杏を頼めるようになると、やっぱり大人になったなって思いますよね。私昔本当に嫌いで、茶碗蒸しに入ってる銀なんてあるじゃないですか、あれマジで食べられなかったんだけど、これが美味しいと思えるようになってから、やっぱりね、大人になったなと。伊達に何年も二十歳やってないなっていうね。もうみんな二十歳、画面の前のあなたも二十歳、みんな同い年、世界は平和です。やばい、めっちゃ飲んでもうた。ハイボール何杯飲んだんだろう、5杯6杯5杯くらい飲んでんのかな。ごちそうさまでした。もう串取りさんは本当に毎度大好きです。ということで、次はちょっとね、ゆっくり行きますからね。なんかラーメンとか食べたいんだよな。満腹中枢バグってんだよな。寒っ、雪が舞ってる、寒い。ラーメン食べたい。でもどっかやってるラーメン探します。近所のラーメン屋さん全部閉まってた、営業終了だったので、ローソンで寂しくカップラーメン買って帰ります。ロマンスの神様、きっとあなたを感じてる。ボーイミーツがついちゃった。待ってください、待ってください。キャップを今、あれ、え、回して、お水を入れて、どこかにキャップを置きましたよね。でもそのキャップ、あれ、キャップ置きましたよね。回して、あれ、キャップ、あれ、置きましたよね。キャップどこ、キャップどこかに回して置きましたよね。先生、先生、先生、え、先生、キャップ置いたよね、どっかに置いたよね、絶対置いたんだよ、キャップ。嘘でしょ、どこに置いた。あった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 、びっくりさせないで。洗面台にそのまま置いてあったわ。あなた、あなた、ちょ、えっ、えっ、やばった。貸してOK ということで。
夜ですね。本日どこもラーメン屋さんが開いておりませんでしたので、私が何を買ってきたと言えばこちらの何を買ってきたと買ってきたかといえばこちら、名店の味札幌純連さんでいいのかな、純烈じゃなかったこの純烈はちょっと違う感じ、純連さんのこちらのね、あの買いましたけどもね、ちょっと酔っ払ってるの、お味噌汁じゃないです、味噌ラーメンお味噌汁味噌ラーメンと、もう札幌クラスか、そう札幌クラシックをね、あの失礼したいと思います。そしてですね、こちらどうしても衝動が止められませんでした、とうきびチョコ、やっぱりあのお酒飲むと糖分がどうしても飛びたくなるということで、あのとうきびチョコを買わせていただいて、そしてもう一つ我慢できなかったもの、それがですねこちらの、あの本当にすいません、過去鉄といえばなんですけれども、激辛タンメンとなり我慢できませんでした。激辛がね、我慢してもしきれなかったということでこちら買わせていただきました。はい、でもこちらを食すところを全部映せるかどうか分かりません。なぜなら私今相当酔っ払っているからです。ここまでの映像で終了になるかと思いますが、だけど過去実は元気なので、このようにラーメンをすすってからはあのベッドにダイブして楽しみたいと思いますので、見守っていただけたらなと思います。ということで皆様おやすみなさい、良い夜をお過ごしください。私はまだまだあの飲んだり食ったりしますけれども、みんなはいい夜を過ごしてほしいぞ。ということで皆様今日も一日ありがとうございました。おやすみなさい、ね、今ねお湯を沸かして、あ、グラグラ、カメラがグラグラして、もっと下手くそ、ホテル撮り乗れてないから下手くそなんですけど、今あのお湯を沸かしてもうてこれの準備をしているところなんですけども、パジャマに着替えさせてもろて、私の動画ではなかなか珍しい、こんなに高級絵画のようなバッグで動画を撮らせてもろてます。あら、あらあらあら、セクシーって感じなんですけれども、こちら紛れもないソラリアさんのホテルの専用の寝巻きでございます。こんな格好しつつ隣にはこんな優雅なベッドがあるのに、こんなラーメンをすすってしかもビールを飲んでしまっていいのであろうか、そんな気持ちでございます。まあとりあえず先に乾杯したいな、ちょっと待って、よいしょよいしょよいしょ、何杯飲んでもビールっていうのはさ、うまいよね。ということで500缶でございます。頑張ったね。この動画見てない方はどれだけ私がいろんなところに行ったかというのを、あの北海道旅の再生リストを見てもらえればいいんですけれども、なかなか頑張りました。6日間の北海道旅お疲れ様でございました。ということで乾杯。乾杯です。お疲れ様みんな、うー頑張ったね、今回も一緒に楽しんでくれてありがとうね、乾杯。あ、ここがずっと開いてんのか、気づかなかった、ここずっと開いてたのね。なんかあのタンスの中からそのまま引きずり出して上からこうズボってかぶったから全部閉まってんのかと思ったけど、失礼失礼ごめん、まあ特に見えてもまあどうにもこうにもなんだけど、乾杯です。お見苦しいもの申し訳ない。いやお疲れ様、みんな頑張ったね、ついてきてくれてありがとうね、今回の旅もね一緒に乗り切りましたね、ありがとうございました。ということで仕上がりました、いただきます。
もうインスタントでもね、最近のラーメンっていうのは十分美味しいのよ。うまスープ。うまっ。今日はよく眠れるわ。ということで皆さん、良い夢を。私はもうちょっとつるすけど。おやすみ。ごめんなさい。デザートオープンをいただきまして。ハイパー酔っ払って。ハイパー酔っ払っちゃって。ハイパー酔っ払っ。ハイパー酔っ払っても、ああ、眠い。一晩でめちゃくちゃ雪降ってる。ということで皆さんおはようございます。かごてつです。わあ、完全に、酔いすぎました。ちょっとシャワー浴びて、コーヒーぐらいでも飲みたいので、朝食会場行ってみるかな。今の時間、空いてそうなので、地下1階の大浴場に行ってみようと思います。あと洗濯大量に、今日こそは自力洗濯を避けたいぞ。綺麗、めちゃくちゃ綺麗。あ、自販機もしっかり。めちゃめちゃ綺麗だな。ちなみにパジャマとスリッパで来て OK でした。コインランドリー、あ、そうそう、フィットネスジムもねついてたんですよ。これは予約制なんですけど、使ってる方はいらっしゃいません。コインランドリーどこだろう。先にこっちかな。よいしょ。あ、開いてる、よかった、助かりました。いくら、あ、小銭がない。あー、小銭がないな。両替しないと小銭がない。仕方ないので久しぶりに現金を入れて自販機で。いや、あんまり好きじゃないけど、まあ北海道来たからね、ガラナにしましょう。お釣りください。お釣り、タオルを持ってくるの忘れてきちゃったので、再び9階に戻ってきました。お風呂行ってきます。帰ってきたら外の雪がすごいことになってたな。お風呂も上がりましたので、コインランドリーを取りに行くついでに着替えて
朝食会場を迎えたいと思います。はい、おはようございます。カドキをお願いします。はい、消毒のご協力をお願いします。ということで、ゲロ二日酔いのまま朝食会場にやってまいりました。今日はね、もうそんなに入らないから、ちょっとおしゃれにカフェモカを入れてこれだけで朝食と思ったんですけれども、そんな風にはいきませんでしたね。横に並んでいたビュッフェスタイルの朝食どもたちが非常に美味しそうすぎて、こんなに立派に盛ってしまいました。そしてね、こちらソラリアさんの海鮮丼の盛り放題の朝食超美味しくて、この北海道のホテルって盛り放題っていうのはよくあるんですけど、ソラリアホテルさん分かります？上にこのライムとレモンが乗っているんですが、西洋風の海鮮丼だったんですよ。和風と洋風、西洋風2つ選べて、私はあんまり見ないなと思って西洋風に自分でこうしてみたんですけど、ご飯がなんだろうな、ちょっとね、なんていうの、サフランライスじゃないんだけど、ちょっと洋風っぽいようなバルサミコ酢とか使った酢飯になっていて、上にはこうオリーブオイルを使ったタレみたいなのをかけて食べるんですよ。普通の和風の海鮮丼とは一味違う、また違ったタイプのものを自分で作れるっていうのはご飯見せてますけど、なんかね、何が入ってるのかよく分からなかったんだけど、ちょっとね、こう洋風な味がするんですよね。すごい例え方下手くそなんですけど、はい、これがめちゃくちゃ美味しくて、マジでね、こう不意打ちのホテルの朝食がすっごい美味しくて、ほら、ニシン親子弁当とかはさ、もう記念になるし美味しいっていうのが分かってるから食べるじゃないですか。だけど不意打ちで出てきたものがめちゃくちゃ美味しいって、やっぱ記憶のぼりにめっちゃ残るんですよね。今回の旅の MVP だったかもしれないということで、コーヒーをいただいて帰ります。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかった。海鮮丼がね、多分今まで食べたホテルの中の朝食バイキングの中で一番美味しかったですね。あ、間違えた。はい、ふかふか。ということでですね、ふかふかに洗濯の物をちゃんと洗えまして、今日は夜7時くらいからちょっと札幌にいる友人に連絡したらご飯行けるっていうことだったので、もうね、ずっと一人で旅してきたんで久々に人とご飯を食べます。今日の夜は松尾ジンギスカン。この間視聴者さんになんかおすすめを、札幌のおすすめなんですかって聞いたら、やっぱ札幌といえば松尾ジンギスカンではなかろうかということで、チェーン店なんですけど、その松尾ジンギスカン行きたいと思います。で、朝、昨日も結構しっかり食べたし、朝もちゃんと食べたので、今日はこのままホテルでゆっくり過ごしたいかなと思っております。夜まで外もね、すんごい雪なので、もうこのままゆっくりします。いや、雪も止む気配がないですね。ってことでゆっくりしたいんですけど、なんとですね、ここのホテルも各種アプリがあって全部見れるんですよ。アマプラ、アベマ、ネトフリとか YouTube とか全部見れる。もうこれでずっと今日はこの夜までベッドの上で過ごしていきたい。なんか気がついたら4時間ぐらい寝てしまいました。で、ちょっと仕事とかを済ませて、時刻が3時を過ぎたので、なんかね、連泊プランにしててお掃除入らないんですけど、今日の分のタオルとか、なんとお水とかコーヒーとかまでね、来てました。だいたいなんか、他のとこの連泊プランってタオルもなかったりとかするんだけど、本当に一式、このね、コーヒーとかもね、ほら、コーヒーとかまで、あとお水とかまで追加してもらってしまって、ありがとうございます。
もうちょっとあのホテルの中で作業してもう一回お風呂でも入ったら早めに待ち合わせの時間よりも早めに外に出てカフェとかに行きたいなと思います。ということでお時間になりましたので、友人とお食事に向かいたいと思います。ずっとホテルで YouTube を見れるので、あの島田秀平さんの心霊チャンネル見てたら、ね、もう一気に怖くなってしまいましたが、気持ちを切り替えていきたいと思います。で、大通駅の近所なんですけど、地下鉄のちょっとすぐ行けそうなので歩いてちょっとねマイナス6度ぐらいなんですけど頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ファーストフロー、結構積もってるな。来るとき全然雪少なかったけど、でもなんかべちゃ雪って感じ、雨に近いですかね。歩きやすい、地面はまだ。ムサはホテル出てきたばっかだからまだあんまり感じないけど、ずっと外にいるとね冷えてきそうな感じです。歩いて10分ぐらいのところの、大通り駅近所のね松尾ジンギスカン行きたいと思います。よろしくお願いします。でも札幌の道はもうなんだろう、みんなに踏み固められてるというか、割と歩くところがしっかりこう道筋を立てられているのでありがたいの、歩きやすい。ちょっと雪で分かりづらいけれども、北海道庁でいいのかな。すごい、向かいにはイルミネーションが、あ、もう消えちゃったけど、あ、綺麗綺麗、イルミネーションです。そして反対側は北海道庁かな、今工事中ですね。おお、ふわふわ。おお、すごい、片道4車線道路が3車線か、あ、2車線か超適当なこと言ってる。真っ白道路の上も、いや、もうちょっとで着きますね。横断歩道の待ち時間でもどんどん雪が頭に積もっていきます。そして後ろは超霞んでるけど、時計台見えづらい、すごいな、もう思いっきり霞んじゃってますね、はあ、すごい、どんどん強くなっていく雪は、本当に黒いコート着てるんですけどすぐ真っ白になりそうな勢い。上もすごい、やば、着きました。雪でめっちゃ見えないけど松尾ジンギスカン、輝くあの文字、もう手が冷たすぎてやばい、うわ、なくなってくる、もう真っ赤です、指先も。さっさとさっさと入ろう、お水の中寒い。こんなに歩いてる時に雪降ったの初めてじゃない、こっち来て。多分通年がこれで普通なんだろうな、今まであったかすぎたんですね。超ジンギスカン、あ、よいしょ、大変だ。ということでやってまいりました松尾ジンギスカンです。北海道のチェーン店なのかな、有名なチェーン店で、ジンギスカンの食べ放題コースとかもあるので、本日は北海道に住んでいる友人と食べ放題の一番上のコース、1人5500円ぐらいだったと思うんですけれど、そちら注文させていただきました、はいはい、ありがとうございます。全然覚えられなかった、焼き方ほぼ聞いてない焼き方なんて適当でもね、うまいもんはうまいんだよということで、ジンギスカンとともにお爆汁が染みていきます。ジンギスカンもすき焼きみたいに卵を渡されて、溶き卵にくぐらせて食べるような
あれスタイルだったと思いますね。確かちょっと違ったかも。あれなんかの情報が混ざっちゃってるかな。いやでも卵もらえたような、はい、気がします。非常に美味しかったです。そして噛み切れるくらいのお肉柔らかさで、しかもねジンギスカン独特の臭みがないんですよ。案外くどくなくてさっぱりしていて、バクバクお肉自体いただいていけます。そこまで脂っこくもなかったしね、あの女性の方にもね非常に食べやすいのではないかなと思いました。そしてですね皆さん、今日アフレコしてるのが3月23日かな、昨日は3月22日だったんですけれども、全然関係ないけど WBC 日本優勝おめでとうございます。白熱してしまいました。もうそれだけでもね、映像を見つつ優勝をしたという事実でまたこれを編集しながら飲んでます。へー、ああんまりにも雪にまみれて私が来るとき登場したもんだから、帰りは地下道使って帰れと言われました。その地下道にあるねこのザブーンっていうオブジェみたいなところで記念撮影して帰ります。ジンギスカンも無事に美味しくいただいて札幌駅の方まで帰るんですけど、私こんなに立派な地下道がススキノの方まで続いてるなんて知らなくて、そりゃそうか雪国ですもんねって感じなんですけど、あのねさっき一緒にご飯食べた友人から地下道あるよっていうのを教えていただいて、ここをまっすぐ歩いて札幌の方まで帰ります。美味しかった。角を抜けて札幌駅の方まで戻ってきました。すごく寒いんだけれども、あんまりにもこの雪が降ってちょっと霞んで見えている札幌駅が綺麗すぎて、思わずねこの美しさが私のこのカメラのボタンを押す動作を促すというかもうこれを押さずに言われないだろうという、ああ綺麗だな。まあ札幌の人はねこれが日常茶飯事だから綺麗とかそんな綺麗事では済ませられないかもしれないけれども、雪があまり多くはなかった地域で育った私としては幻想的なこの駅前の光景、駅前ですよ、もう北海道の大ターミナル駅ですよ。これがこんな雪でね一面銀世界に雪化粧されている姿は本当にカメラを撮らずして何をするんだ YouTuber という感じで、もう撮っている先からこんな感じでコートの上に雪が積もるんですけど、いやーね長い旅でしたけど、やっぱり冬の札幌来てよかったな。皆様このような貴重な機会を私にくださってありがとうございました。最後にいい景色が見れたな、素敵だ。ということで2023年一発目の旅先は北海道でした。お世話になりました。すごい、見てくださいこの帽子の上の、やばなんだこれ。ということで無事松尾ジンギスカンを美味しくいただきまして帰ってまいりましたが、毎度のことが私酔っ払うといろいろ買っちゃうんで、その買ったもののご紹介をしたいと思います。まあデザートがちょっと食べたくなってしまったというところでですね、こちら札幌大通り公園陶器もか、あの札幌大通りの時計台の前のあの公園でね、丸々トウモロコシとか夏場売ってたりするんですけど、それをこう模したアイスクリーム、あとこちら北海道アイスクリーム、私が大好きローストピスターチオ&ラズベリー、食えるのかっていう話ですよね。食えちゃうんです、酔っ払ってるんで。はい、このアイス2つに、あとはこれ昨日食べてめっちゃ美味しかったんで、これはちょっとね母親とかにも持っていきたいなと思って、お土産用に、まあ明日空港でゆっくりしてる時間もそんなにないので、トウキビチョコのプレミアム、昨日も買いましたがこちらプレミアムを買わせていただきました。あとはこれは単純に気になったやつで、普段私甘いお酒はほとんど飲まないんですけれども、なんだこれっていう、北海道いちごミルクサワー、北海道いちごミルクサワーです。牛乳がなんと 10%、 果汁がなんと 10%、 すごくないですか、牛乳と果汁だけで 20% のこちらの不思議なお茶、お茶じゃない、不思議なあのサワー、ちょっと注いだ方がいいかな、グラスが向こうにあるので
このグラスを持ってきました。グラスでちょっと飲んでみようかなと思います。一人二次会ですね。一人二次会を、あ、ゆっくり揺らして、振ってくださいって書いてあったけど、振らなかったわ。あ、やばいやばい。こぼれた。すご、綺麗。こぼれちゃった。後で拭いときます。乾杯。うまっ。もうジュースだけど美味しいわ。はい、この甘いサマーにこの甘いアイスなどで二次会、一人二次会していけたらなと思います。今晩もよろしくお願いします。それはいいわ、うまいわ。それはお前言ってないのよお前。マジで言ってるわね。うまっ。それはお前ずるい。酔っちゃった。どういうの、順番のペイみたいなございます。かこてつです。一夜明けてチェックアウトの時間になったので、空港まで向かいたいと思います。チェックアウトしました。まあ、毎度言うこと同じなんですが、とにかく寒いです。今日は快速エアポートの U シートを初めて取っていきました。空港まで行く指定席券ですね。札幌駅到着しました。事前に駅ネットで指定席券は購入しているので発券したいと思います。8時8分発エアポート82号、4号車に乗車です。向かいには特別快速エアポート。泊まる駅がこっちの方が少ないんだと思うんですけど、ちょっと長い時間電車乗ってたかったので普通のエアポートにしました。ということでですね、本日は快速エアポート初めての U シート指定席を取ってみました。楽しんでいきます。ご案内いたします。この列車は千歳線快速エアポート82号新千歳空港行きです。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際はつり革や手すりなどにおつかまりください。二段から今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線4分ほど遅れております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。ということで新千歳空港到着いたしました。ちょっとね、雪の影響で列車が10分ぐらい遅れちゃったんですけれども、北海道は本当に雪の状態、天候次第で列車が遅れることなんてもう想像以上に遅れることもザラにあるんですけど、フリーパスの6日間もうほとんどね時刻通り運行できたこと、本当に今回運が良かったなと思います。ありがとうございました。お土産も購入しました。ちょっとね時間もギリギリになっちゃったんで、早速着いたところでチェックインしたいと思います。帰りもねピーチ航空です。ピーチ。一環として搭乗時の3密を避けるため、
周りのお客様と適度な距離を空けてご搭乗いただきますようご協力をお願いいよいよさよならです。北海道お世話になりました。早かった。6日間周遊パスの旅、皆様お疲れ様でございました。最終日はね、札幌でかなりグダグダとゆっくり過ごすことができました。このような貴重な機会をくださったのも画面の前のあなた、皆様がいてくれたおかげだと思います。本当にありがとうございます。飛行機は滑走路に向かって行き、これから離陸となります。
ヤバトン。ということで帰ってきました愛知県。ありがとうございました。次はどこに行きましょうか。かご鉄でした。2023年北海道の旅、あなたと最後まで一緒に楽しめました。ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。